ネビル・ジョン・ホルダーは、イギリスのミュージシャン、俳優である。1970年代より、ロックバンド、スレードでは、リードボーカリストとリズムギタリストとして、活動を行い、ベーシストのジム・リーと共に、バンドの楽曲を手掛けた。1946年6月15日に、ウェストミッドランズのウォル・ソウルで生まれる、ブンプラス試験に合格し、 グラマースクールに並行までの1年間通学した。その後、T.P. ライリーコンプレヘンシブスクールに転校し、6種の大レベル試験に合格した。13歳の時に、学校の友人たちとロッキンファントムズというバンドを結成し、アルバイトで得た給料でギターとアンプを購入した。学校を卒業後、ホルダーは自身のバンド、メンフィスカットアウトを結成。 1965年にはコロンビアレコードのアーティストスティーブ・ブレッドが率いるバンドやマーベリックスのボーカルとギターを担当。翌年ににスティーブ・ブレッドのバンドを脱退しリッスンというバンドのロードマネージャーを務める。1965年にインビトゥインズとマーベリックスがフェリーで出会い、デイブ・ヒルとドン・パウェルはホルダーにインビトゥインズへの参加の話を持ちかけるが、ホルダーは断った。 その後、ウルバー・ハンプトンで再開し、ホルダーはイン・ビトインズへの参加に同意。同年にアンブローズ、スレード名義で、ファーストアルバム、ビギニングスを発売したが、同作がチャートインすることはなかった。後に、チャス・チャンドラーのプロデュースのもと、イメージ改革に乗り出すこととなり、バンド名をスレードに改名。1971年に、 シングルとして発売されたボビー・マーちゃんのカバー曲、Get Down, Get With It が全英シングルチャートでは最高位16位を獲得し、続いて発売されたシングル、だから君が好きで初の第1位を獲得した。ホルダーは D と共にバンドのほぼ全ての曲の作詞作曲を手掛けていて、中でも1973年に発表されたメリークリスマスエブリバディは、 前衛シングルチャートで首位を獲得した6作目のシングルで2018年12月までにイギリスだけで100万枚以上の売り上げを記録している。1992年にスレードを脱退。1982年に学生時代の友人であるフィル・バーネル及びスリー・フェイズと共同でシングル All I Want to Do Is を発売。1983年後半。 リーと共にガールスクールのプロデューサーを務め、T-Rex のカバー曲、20th Century Boy, リーと共に書いた、High and Dryer, Burning in the Heat などが収録されたアルバム、Play d i r t を発売。1988年に、カナダのペプシコーラの CM のために、Tear into the Weekend をレコーディング。1989年に、ヒルと共に新たに結成したバンド。 ブレッシングス・イン・ディス・ガイズでボーカルを担当。同バンドには、元ウィザードのビル・ハントや、クレイグ・フェニー、ボブ・ラムも参加していた。同年12月にエヴァリー・ブラザーズのカバー曲、クライング・イン・ザ・レインでデビュー。スレード脱退後、ホルダーは、複数のテレビ番組に出演し、ITV で1999年から2001年にかけて放送された、コメディドラマ、 ザ・グリムリーズにクラシック音楽の教師役として出演した。同ドラマでは、だから君が好き、カモン、クレイジーママ、エブリデイのアコースティックバージョンが披露された。ピカデリー1152やキー103では自身のラジオ番組を持ち、1990年代を通して全国で新ケーと放送され、二千四年から二千四年にかけてセンチュリーやキャピタルラジオで 新時系と放送された。1999年にリサ・ウェリコとの共著で自伝、フーズクレイジーナウを出版。2001年にはペーパーバック版が発売された。2006年にミスティーズ・ウィック・アドベンチャーが発表したシングル曲ファッションパレードのミュージックビデオに出演。1976年に衣装デザイナーのレアンドラ・ラッセルと結婚。 1984年にジェシカとチャリシーという二人の娘が誕生。1984年にラッセルと離婚し、2004年にテレビプロデューサーのスーザン・プライスと再婚。2000年に運ベ勲章を授与され、2001年に英国作曲者賞とソングライター賞の金のバッジを授与された。2014年6月24日に故郷のウォールソウルの名誉市民権を授与された。 ありがとうございます。